東口小五大駅は、宮城県東田郡三里町和田峠崎町にある、東日本旅客鉄道の駅である。東北本線、陸羽東線、石巻線の3路線が乗り入れ、接続駅となっている。当駅の所属線は、東北本線であり、陸羽東線と石巻線は、当駅が起点である。また、石巻線全八地駅を起点とする。 ケゼン沼線の列車の一部が当駅発着となっており、実用上では4路線の列車が乗り入れる。小御田駅は1890年4月16日、日本鉄道が岩切から一の関まで路線を延伸開通させたのと同時に開業した。日本の鉄道黎明駅において、各地で鉄道を忌避したという話が散見されるが、小御田においても、鉄道の不設に対する不安はあったらしい。 しかし、当時の小後田村長だった鎌田聖一郎は、小後田には産神として信仰を集める山の神社があることから、鉄道が通れば村に人がより多く集まるようになるとして、人々の説得に回ったという話が残っている。この当時の列車は旅客貨物混合列車で、上り、下り、たちにそれぞれ2本が運転された。 山の上社の祭日や米の積み出しが行われる秋には、臨時列車が仕立てられた。仙台駅までの所要時間は2時間半で、運賃は27銭、上野駅までは3円15銭だった。駅員は10名にも満たなかったという。開業当時の小小五田駅は、現在の小五田駅より、北、江ア川の南岸に位置していた。しかし、江ア川に近すぎることで、 線路の勾配が急である、また江ア川が氾濫すると線路が水没する、といった不都合が生じた。1910年に起きた洪水で江ア川と成瀬川の堤防が決壊し、軌道が著しく破壊された。陸羽島線や石巻線の前身にあたる仙北軽弁鉄道が小ごたを起点に付設されることが決まったこともあり、同じ場所に復旧することは避けられ。 小後田駅はより南の不動堂村へ移転した。1912年、小田と石巻を結ぶ仙北軽弁鉄道が開業した。仙北軽弁鉄道は1919 19年に国有化され、後に軌道幅を広げる工事を経て石巻線となる。また1913年に陸羽島線が岩出山駅まで部分開業した。この時、 小ご田駅に機関車の基地である小ご田機関庫が置かれた。陸空当線は1915年に新城駅まで全線開通し、小ご田機関庫は1936年に小ご田機関区と名を変えた。小ご田駅構内での最初の営業権は1894年に小ご田ホテルが獲得した。小ご田ホテルの経営者だった加藤関江門は、 小ごた付近の鉄道敷設の際、エア川、デキ川、ナルセ川鉄橋の一部資材を受け負っていて、その成果が評価された結果だと言われている。当時の販売品目は、弁当、軽食、雑貨で、うなぎ丼が三十銭、小餅まんじゅうが十銭だった。大正時代になると聖囃子商店と村上屋が昭和に入って、菊水県が校内営業に参入し、菓子、果物、 うどん、そば、牛乳、寿司など様々なものが小ご田駅の中で鉄道利用客に販売された。太平洋戦争末期、日本の各地がアメリカ軍機の空襲を受ける中、小ご田にもまた洋上の航空母艦から発進した艦上戦闘機の来襲があった。1945年8月10日の空襲で、 小五田駅の職員1名が殉職し、駅の周りでも住人が犠牲になった。終戦後、日本の鉄道は、福音兵や闇や、買い出しに出かける人々で溢れ混乱した。列車内は、すし詰めの状態で、窓から乗り降りする乗客もいた。小五田駅の待合室には、州や、人がたむろしていて、不穏な空気だったという。同年11月に、 上野駅と青森駅を結ぶ急行列車の運転が再開された。この時は各駅があらかじめ割り振られた切符を販売する方式であり、小ご田駅には2等車の切符が5枚、3等車の切符が20枚用意された。国鉄は1957年から1961年にかけて車両や設備、サービスの近代化を図る国鉄第一次五年計画を実施した。 その中で1959年に小ご田駅の駅舎改築が行われ職員のための業務施設も新たに建設された。1968年には東北本線全線にわたる伏線化と電化が完了し43等と呼ばれる大規模なダイヤ改正が行われた。このダイヤ改正で上野駅と森岡駅を結ぶ特急列車山彦が 小五田駅に停車するようになった。東北新幹線の建設においては、小五田駅はこの付近の新幹線停車駅として、北浦駅や古川駅とともに検討されたが、最終的には3つの案の中から古川駅が選ばれ、小五田駅は新幹線のルートから外れた。ホーム改札口島式ホームに面に線を有する地上駅である。駅舎はホームから西側の やや離れた場所にあり、それぞれ古線橋で結ばれている。改札口と営業事務室は、駅舎2階の古線橋と接する場所にあり、駅事務室は1階にある。緑の窓口、自動券売機、自動改札機が設置されている。また、改札口の南側に、駅構内をまたぐ、東西自由通路があり、エレベーターも設置されている。以前は、 駅舎1階の旧緑の窓口跡地を利用してビュータビセンターが設置されていた。待合室は駅舎の1階とホーム上にある。かつては3.4番線の待合室内に立ち食いそば屋やキオスクが入っていた。当駅は東北本線の起点である東京駅から営業キロ数が395キロメートルであり、東北新幹線古川駅の営業キロ基準にも なっている。駅構内に留置線のほか転車台を備えている。また、小ご田運浴が隣接しており、車庫や留置線を備えている。石巻港駅を発着する貨物列車の一部が、当駅にて、機関車交換や乗務員交代する場合があるため、一部の側線が交流電化されている。直営駅、管理駅でもあり、以下の各駅を管理している。また、 駅構内に CTC センターを併設しており、当駅社員が業務を担当している。過去に小ごたホテルが、ご弁当、お寿司、鶏飯、笹西式味付け弁当、笹西式のふるさとかま飯など、菊水県が、お寿司、うなぎ飯などの駅弁を販売していたが、現在では終了している。また、弁当ではなくいわゆる小ごた饅頭だが、村上屋の山の神饅頭が、 国鉄時代から駅構内で販売されていた。廃業した小型ホテルと菊水県も小型まんじゅうを販売していた。JR 東日本によると2019年度の1日平均乗車人員は2034人である。近年の推移は以下の通りである。古くから駅の西側が街として開けており、駅前の通りには商店等が軒を連ねる。 東側には長らく水田が広がっていたが開発されて現在は宅地造成地となっている。駅の東西自由通路は東側の開発に合わせて設置されたものである。小御田駅の北方には古くから産神として人々の信仰を集めている山の神社がある。ありがとうございます。